最近僕のチンコが言うことを聞いてくれません。この前も今テスト期間だから構ってあげられないよと言っているのに言うことを聞かず暴れ始めます。このままでは勉強に集中できないのでどうにかしたいです。解決方法があれば教えてください。今テスト期間？それは君のわがままだよ。チンコにとってテスト期間なんて関係ない。テストに頭がいっぱいでチンコを愚かにしてるんじゃない？最近チンコに向き合ったのはいつ？チンコに寂しい思いをさせてるのは誰？胸に手を当ててごらん。いつもそばにいてくれるのは？そう、チンコだよ。チンコは思ってるよ。レッドは最近テストのことばっかりで全然構ってくれない。もう僕のことなんていらないのかな？テストの方が大切なのかなって。僕はバカでした。確かに最近チンコのことをないがしろにしてました。いつも僕のそばにいてくれた大切な親友を。今日はテストなんか忘れて久しぶりにチンコと遊ぼうと思います。坊や、その気持ちを忘れるなよ。大人になっても彼女ができても、チンコはいつだって君のベストフレンド。生まれたその日から。いや、母親のお腹にいる時からのつながり。かけがえのないもの。プライスレス。もう二度と寂しい思いをさせるなよ。ありがとうございます、先生。